お久しぶりフィギュア大好きといかんです。月ということでちょっと久しぶりの投稿となりましたが、なんかね、あのコメントにはあいつコロナに感染したんじゃないのかとか、病気とかしてるんじゃないですか、心配です、などなど、まあね、でもそれぐらいしか来てないですけどまあいたってね、僕は元気です。すいませんね、あのサボっております、だらけてます、あのアニメばかり見ておりますとはでですね、世間では今、あの世間というか、まあ世界ではだね、例のあのコロナウイルスというものが蔓延しておりまして、その収束がね、未だ見えないという状況なんですけれども、そんな中ね、今日僕はね、秋葉原に行ってきました。久々の秋葉だったんですが、まあでもね、想像通りというか、閑散としてましたね。秋葉はね、あの平日でもね、あの人がごった返してるんですよ。まああの土日になれば、あの国内の人もね集まるんですけれども、平日は主に海外からの観光客の外国人の方々が、非常にたくさんの方々がね集まるんですよ。それがこの状態です。もう外国人の方々がほとんどいなかったですね。なんかもうね、10年くらい前の秋葉って雰囲気でした。まあ普段は僕なんかはね、もう人が多くて嫌だなと思ってたりしてたんですけれども、もうその人が多いのに慣れちゃったからね、なんかね、閑散とした秋葉を見ているとちょっと寂しい気もしましたね。でですね、秋葉ではこのように観光客が来なくて、物もね売れないような状況になっているのですけれども、問題はそれだけではないぞと。フィギュア愛好家の方たちはすでにね、その影響を受けている方も多いのではないでしょうか。そうです、フィギュアが発売されません。フィギュアの発売延期が続いている状態なのです。まあフィギュアの延期というとね、よくあることではあるんだけれども、今回はそのコロナウイルスの影響で中国からのものが届かない状態なんですよね。まあこれはね、フィギュアに限った話ではないんですけれども、食料やね、あの医療やら何やらと、ほとんどのものが中国産である以上、みんな届かないと、そういった状況が続いているわけです。で、メーカーの方もですね、例えばグスマさんなんかは、すでに2、3ヶ月以上の遅延が発生しますよと、そんなアナウンスも先月下旬に告知されてます。まあ2、3ヶ月以上ですから、まあ早くてもそのくらいなのかな。まだまだね、見通しが効かないといった感じなんでしょうかね。他にもフェネックスさんなんかも、あの工場の操業再開が延期となったため、販売スケジュールに延期変更が生じましたよと告知をされてます。またね、あの4月以降もわかりませんよと、まあそんな感じですね。で、角川の方も同じです。とりあえずは、あのくるみのあで姿のやつが1ヶ月の延期となってますが、3月以降のスケジュールもね、状況による変更が生じる可能性がありますよと、まあそんな感じみたいです。で、僕のところにも2月に届く予定だった東京フィギュアのあのタイプムーンレーシングのやつが、やはりね、延期になりますよと、そういったね、メールが届きました。また今後もね、そういったメール連絡がね、増えると思います。まあでもね、これは仕方ないよね。で、僕らはね、まあこれ待っていればいいわけなんだけれども、これね、製造側、あの販売側、売る方はね、大変だよね。もう工場が止まって物が届かなくなって売れなくなったら、当然ね、収入もなくなると。まあこれはね、フィギュアに限った話ではないんですけれども、中国に依存していた会社はね、みんな今ね、危機的な状況になっているわけですよね。まあこれ2、3ヶ月ならね、まあでもそれでもね、3月とかには決算とかもあるわけだし、やっぱ死活問題ですよね。それにいつ就職するのかまだ見通しも立ってないからね、本当にメーカーの方たちは大変だと思います。いつもはね、あの高いフィギュアばっかり作りやがってって、あのね、メーカーを恨むこともありますが、あのフィギュア愛好家の方々、ここしばらくはね、フィギュアが届かないぞと。なので、まあ予算がね、余るようであれば、あの今販売されているフィギュアを買うのも、まあフィギュア業界を救う手立ての一つかもしれないぞと。まあすでにね、あの販売店に卸しているものを買っても、それはメーカーの利益にはもうつながらないのかもしれないんだけれども、まあそれでもね、流通をなくしてはいけないと思うし、何よりこのままだと日本経済も停滞しちゃうからね。今ね、仕事をしていて普段通りに収入があるのであれば、まあ僕もそうなんですけれども、今こそあのフィギュアを買ってあげる
それはちょっと違うかもしれないけれども、まあ、どうせ買うならお金を使うならフィギュアを買おうよと、まあ、フィギュア愛好家の僕としては、まあ、そんな思いでございます。まあ別にね、無理して買う必要はないけれども、今後ね、すべてはずれ込んでいくわけだから、1年後に販売予定のものは、1年と2ヶ月後になってるわけですから、すでにね。まあ今のところはね、そういうことになってるんですけれども、もっともっと遅れる可能性もあるわけだから、なので、まあしばらくは新しいフィギュアも出なそうなんでね、今あるものを買ってもいいんじゃないかと、そんなところですよね。とにかく今年はね、フィギュアにとっては厄年ですね。フィギュア業界にとってはね、大厄ですよ、これはもう。オリンピックの関係でフィギュアイベントなんかも、開催がずれ込んだりしてますからね。とにかくね、今はね、早くウイルスが収束して、いつもの平和な日常が戻ってくることを祈りましょう。ではでは、フィギュア大好きといかんでした。また近いうちにね、フィギュアレビューも開封レビューもね、しますので、しばらくはお待ちくださいませと。ではでは、またねー。